どうもこんにちは、元杉と申します。今日はですね、昨日個人的に買ってきたスニーカーをご紹介したいと思うんですけれども、皆さんスニーカーって今何履いてますか？僕はアメリカ製のコンバースのオールスターっていうのがすごい好きで履いてたんですけれども、さすがにストックがだいぶ履き潰してなくなってきちゃいまして、で何かスニーカーないかなと思ってたら、昨日愛知県名古屋市の方に、まあ、知り合いがやってる服屋さんに行ったんですけども、そこにちょっと面白いスニーカーがあったので買ってきました。でこれなんですけども、イタリア軍のミリタリーシューズ、イタリア軍の軍人さんが、まあ、トレーニングする用のスニーカーなんですけども、ここにあの生存年月日、2001年12月21日、まあ、2017年なんでだいたい16年ぐらい前ですか。それのデッドストックのスニーカーなんですけども、ちょっと開けてみますね。こんな感じで可愛くないですか。で紐もこうちょっと太めの平紐入ってるんですけども、よいしょ。でこれはあのバルカナイズド製法って言って、まあ、コンバースのオールスターとかにもある、まあ、最もアメリカでポピュラーな、アメリカが発祥の、まあ、簡単なこうアッパーとソールを熱圧着してサイドをゴムで補強して、で、まあ、あとはボンドもつけてると思うんですけども、まあ、こういった簡素な作りのスニーカーですね。であのスペルガっていうブランドご存知ですか？もうほんとこんなような形の、ここにあのスペルガっていうタグついてるやつだと、やつなんですけども、それが昔イタリアの工場、メイドインイタリーで作ってた時の工場を使ってる、あ、工場を使って作ったスニーカーです。これはなのでこれはもちろんイタリア製です。でですね、すいません、こんな感じで刻印書いてますね。でこれ僕6000円弱ぐらいの税込み価格で買ったんですけども、もうちょっと前は昔4000円台ぐらいで出てたと思うんですけれども、でも、まあ、今の時代にしては、まあ、こういったデッドストックのスニーカーすごく珍しいので、まあ、いい買い物をしたと思います。まあ、ネットで調べたらもしかしたら安く出てるとかあるかもしれないので、もしご興味ある方いましたら、まあ、検索してぜひゲットしてみてください。どうもありがとうございます。